さんこんにちは。ジャズドラマーの坂本貴博です。少し間空いてしまったんですけど、気づいたらね2020年になってしまいまして、本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。前回の予告通り3連符の、後編をお送りしたいと思います。今日初めに使っていくパターンは6ストロークというパターンを使っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。まず手順を確認していきたいと思います。これはね右から始めるでもいいですし、左から始めてもいいんですけど、今日はね、まあ、僕も、そして、まあ、多くの皆さんもねそうであるように、まあ、右利きですので右から始めたいと思います。まず右、叩いたら次にダブルストロークを、逆の手、左手から行っていきます。タン、叩いた後にタッタッとと、そしたら最後は、左で、終わります。これが6ストロークっていう、手順ですね。ルーディメンツとかを、よく勉強してる人だったら、結構初めの方に出てくるパターンなんじゃないかなと思いますけど、こんな感じです。右左左右右左、これが6ストロークですよ。では、6ストロークで飛行機の部分を、叩いてみましょう。今までの手順より少し難しくなります。なぜかというとダブルストロークの中に、アクセントがつくというパターンになります。こんな感じです。飛行機、もう一回やってみましょう。飛行機、こんな感じです。皆さんできましたでしょうかね。ダブルストロークの2個目にアクセントがつくパターンっていうのは結構難しいです。ダブルストローク単体でやるとタッ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 タ、こんな感じで、これが、6ストロークの前半の部分の左手につきます。そこだけ、個別に練習してみましょう。右と叩いた後に左をまず、弱く叩きます。トン、そしたら次、こんな感じでタ、もう一回やってみましょう。タタタタ、飛行機の飛行の部分だけ、分けて練習するのも、効果的な練習法になるかと思います。飛行、こんな感じです。木は、簡単です。右右左、最後の左にだけアクセントをつければ大丈夫です。では、飛行機続けてやってみましょう。飛行機、もう一回やってみます。飛行機、こんな感じです。できましたかね。飛行機の部分が今まで出てきた飛行機の中で一番難しいパターンなんじゃないかなと、思っています。でタン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 って4回出てくるんですけど、それは、全て右左左で、処理してしまって大丈夫です。こんな感じです。タン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 で最後に飛行機がもう1回出てくるので飛行機、はい、こんな感じです。では続けて飛行機タン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 飛行機という感じで、2小節間ですね、叩いてみましょう。ではゆっくりやります。こんな感じです。飛行機タン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 飛行機、はい、皆さんできましたでしょうか。ではもう一度やってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。飛行機タン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 飛行機、ちょっと早くやります。ワンツーせーの、飛行機タン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 飛行機、はい、僕もちょっと、
おぼつかない感じで、やったんですけど、普段6ストロークっていうのは最初の右と最後の左、にアクセントが、つきやすい、かなりなんかねこうドラムセットに応用がしやすい手順なんですよね。例えばここがフロアタムでここがハイハットでここがスネアドラムだとしたら、こんな感じで、楽器移動がとってもしやすいんですけど、ここではあえて飛行機という感じでアクセントをとつけることで、ちょっとトリッキーで、かっこいい、フレーズになったんじゃないかなと思います。これが6ストロークロールでの、飛行機コンファメーションの読み替えでした。今日は6ストロークを、詳しく解説したんですけど、結構やっぱね難しいパターンですよね。たたたたた、途中にアクセントがつくのはとっても難しいので、その左手の部分を次は休符にしてしまおうと思います。かなり、最初に紹介した6ストロークより楽なパターンになるかと思いますので、こっちの方がね、普段のドラム生活に応用がしやすいんじゃないかなと思います。まあ、ただ、先にこっちを紹介してしまうよりもやっぱり6ストロークの、給付版ですよってね考えて練習する方がとっても効果的なので、ぜひ、6ストロークのこの難しいパターンを、練習してからその後に、やってみてください。では紹介していこうと思います。6ストローク、楽バージョン、こんな手順になります。タン、まず右を叩きます。右叩いたら次の左手を休符にしてしまいましょう。先ほどはタ、左が2回で、その2個目にアクセントがつくっていう難しいパターンだったんですけど、タウタという感じでウと僕が言ったところを休符にしてしまいます。こんな感じです。タタ、そんな感じですね。タタで、あとは同じタタと、ではやってみましょう。ワンツースリーフォー、タタタタと、できましたでしょうかね。もう一度やってみたいと思います。ワンツースリーフォー、タッとタタと、これを飛行機に、してしまうととってもね飛行機って聞こえやすい。こんな感じです。飛行機飛行機、さっきこっち紹介してくれよって感じですけど、まあね苦労した先に、このなんか楽なパターンがね、ある方がまあどっちもの手順を覚えられますし、ドラミング的には非常にねまああの上達するんじゃないかと思いますので、ぜひ、6ストロークをやってから、こっちをやってもらいたいと思います。では飛行機タン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 飛行機、やってみたいと思います。タンは、さっきの6ストロークと同じでタトトタトトというふうに右左左右左左で、処理をしてしまいます。では飛行機コンファメーション簡単バージョンやってみましょう。ワンツースリーフォー、飛行機タン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 飛行機、では少し早めのテンポでやってみたいと思います。ワンツースリーフォー、飛行機タン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 飛行機、できましたかね。ではもうちょっと早めにやってみたいと思います。ワンツースリーフォー、飛行機タン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 飛行機、こんな感じで、3連符のフレージングが結構早いテンポでも叩ける手順になってます。というわけで今日は3連符後編、飛行機コンファメーションの3連符後編をお送りいたしました。次回もお楽しみに。ではまたね。